らっしゃいませ。2024年6月24日発売の30号にて坂本デイズ第171話居場所が更新されたため振り返っていきます。坂本デイズ最新171話までのネタバレ注意でお願いします。本チャンネルでは坂本デイズに関する動画を発信していますので、興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。またキャラクター一覧ページを作成しましたので、忘れた時など概要欄のリンクからご覧ください。それではどうぞ。スラー一派、オーダー、坂本商店、JCC 組などによる激しいバトルが散々繰り広げられ、長く続いていた世紀の殺し屋天変がついに幕を閉じました。結果としては、まだ生きているのか死んでいるのかわかりませんが、スラー一派の楽屋春馬などが高村さんに掃除されましたが、一方のオーダー側も、宇月が高村さんの人格をインストールしたため、高村さんを失ってしまうという痛手を食らっていました。またさらに、坂本の重量級飛び膝蹴りを食らい堪忍袋の尾が切れた原殺連会長の朝木が、宇月だけでなく南雲坂本までも抹殺対象に加えてしまい、南雲坂本は殺連側に追われるというヤバい展開となってしまっています。そして未登場だったオーダー沖が登場し、さらに新たに追加で2名がオーダーに加わり、ギャンブル依存症のトーレスとミュージシャンの七夕が登場しました。前回はまさかの新生オーダーといきなりバトル展開となってしまい、おしゃれな七夕がおしゃれな攻撃をお見舞いしますが、覚醒神の能力覚醒で何とか逃げ切ることに成功し、なんとか帰宅できましたが、坂本が自分の居場所はここではないのではないかとナイーブモードになっています。花ちゃんに誕生日ケーキを渡せなかったことに続き、家族と一緒にいてもいいのかどうかということも、JCC 時代からの友人である南雲に坂本は相談しています。坂本のここにいてもいいのかどうかという問いに対して、南雲の答えを要約すると、はいその通りです。もう手遅れです。でした。坂本商店は別に誰かに頼まれたわけでもないのに、世紀の殺し屋天変に勝手に参戦し、そこで殺連会長の朝木の目に留まってしまい、特 A 級抹殺対象に認定され、その結果現在は坂本商店を殺連員によって包囲されてしまっており、前回のオーダーと鉢合わせした時のように、見つけられると、坂さんリスペクトの芝居以外は容赦なくボコそうとしてきます。続けて南雲はマジな顔で、手を引くチャンスはあったし忠告もした、などと矢継ぎ早に正論をぶちかまし坂本をぶぬらせます。実際南雲は原作第6話にて、坂本に10億、物懸賞金がかけられた時から、引退したのに目立ちすぎ、と注意していたり、南雲以外のオーダーのメンバーも、引退したのに一時突っ込んでくる坂本商店に少しばかりイラついていました。ししばも原作第133話にて、坂本商店は首突っ込みすぎや、と迷惑に思っていたり、今は泣き心優しき今日も原作第55話にて、殺し屋を引退して家族がいる坂本に対し、中途半端に首を突っ込むのは良くない、と苦言を呈していました。妻の葵さんとの約束で、これからは人を助ける人生にするの、というものがあるため、このようにやたらと関与してくる坂本商店ですが、もちろん坂本商店に助けられた人たちは大勢おり、世紀の殺し屋天変では、スラー一派の真冬らに仕掛けられた爆弾による被害は、真のおかげで最小限に抑えられたり、虎丸は坂本のおかげで救われたのだと言えます。坂本を含め坂本商店のメンバーは、坂本の実力がある分、なんとかなるだろうという甘い考えがあり、誰かを助けたい気持ちが先走って後先を考えない、という問題点があるのだと言えるでしょう。つまり前言っちゃ悪いですしかわいそうですが、自業自得です。こういった問題を改善するため、坂本商店は実力はあるけど司令塔がいないので、個人的には天才コンシリエリュータンの出番が増えるのではないかと予想しています。そして坂本の今後どうしたら良いのかという問いに対し、南雲の出した答えは、スラーを殺して殺連に無実を証明する。お、殺連を潰す、の二択でした。つまり殺連に媚びを売るか潰すかの二択ということです。ただ坂本には坂本家の家訓に、一条、人を殺さないこと、という縛りがあるため、高村スラーを殺してはいけないです。またさらに柚月の中には赤織恩人格が入っているため、スラーを殺す選択を取る可能性は限りなく低いと言えます。なので必然的に殺連を誰も殺さないようにして潰す、という選択になりそうだと思いました。坂本が言っているように、坂本家の平和が脅かされ始めたのは、懸賞金がかけられてからです。柚月元柚月の中の赤織恩人格が、殺連のデータベースにこっそりアクセスし、坂本に10億、物懸賞金をかけたため、坂本の日常を守るための非日常がスタートしました。リオン人格は小豆を殺してもらうという目的のため、坂本に懸賞金をかけましたが、家族がいる坂本にとってはいい迷惑だと言えますね。というわけで坂本はウォーミングアップがてらモブ殺連員をぼこし、
葵さんに相談しに行きました。ただ葵さんも相談事があったようで、店が赤字になっていることを伝えたかったようです。 JCC 編が終わってからすぐ後、坂本商店では干され気味のヒロインルーの活躍により客が増えていたり、ケイスケとピースケによるリーバーイーツのサービスを開始したことでかなり繁盛していましたが、どうやら最近は殺し屋が増えまくったせいで一般の客が来なくなり売り上げが落ちているとのことで、そのことを葵さんはごめんね、あなたも大変な時にと申し訳なさそうに伝えており、なんと良い奥さんなんだ。太郎さんは自分が狙われているということもあり引っ越しを提案しますが、葵さんの答えはいろんな思い出が詰まっているから手放したくないということで、ここから坂本商店誕生秘話が明かされます。太郎さんが面接落ちまくって居場所がねえと落ち込んでいたところ、太郎さんが住んでいた解体予定の建物を個人商店にして居場所を作ろうと葵さんが提案したことが商店の始まりの物語でした。ここの描写を見ると外装や内装も坂本が自分でやっているように見えるため、商店に施されている隠し武器庫や殺し屋を追い返す用のピタゴラスイッチも坂本が DIY したのかもしれません。とこんな感じでマジで泣ける坂本商店誕生秘話が明かされたところで、坂本は夜を決します。ここの二人が向き合う描写から純愛っぷりを感じ、やっぱり坂本は痩せてた方がかっこいいのだと思い知らされます。普段は秒でリバウンドしていますが、高村さんとの戦闘でダメージが大きかったことや自分が迷惑をかけているかもしれないことなどが原因で太らなかったというのもありますが、この葵さんとのイケてる演出をするために坂本は太らなかったのかもしれません。というわけで夜を決した坂本の今後の目的は、殺練を乗っ取って坂本商店を全国チェーン展開するというものとなり、今後の方向性が決まった瞬間となりました。南雲の提示した選択肢の殺練を潰すというよりは殺練を乗っ取るということで、爆破テロとかはしないと思いますが、どう乗っ取るのかはかなり難しいところだと思われます。全国チェーン展開する代表的な形態の一つとしてフランチャイズチェーンというものがあり、それは簡単に言うと店の名前やノウハウを使っていい代わりに対価として加盟店側が本部にロイヤリティを収めるという事業形態です。豪遊名コンビニエンスストーンや飲食店でこのフランチャイズ方式が利用されていますが、坂本商店にこれができるのかと言われればいささか疑問です。個人的に重要だと思うことは、朝木も大好きだと言っていたブランド力です。ブランド力がないと加盟店になろうと思う人が出てこないからです。そこで殺練という大きな組織の名前を利用し、殺練を乗っ取って坂本商店を全国展開しようという考えだと思われます。ちなみに殺練の支部は国内で37支部、国外で4支部あると言われており、この4支部のどこかへ沖さんは出張していたと思われ、坂本は海外への進出も狙っているのかもしれません。ただ少し坂本の衝動的な行動に見えるため、しっかり思考に思考を重ねた上で有識者の指導のもと頑張ってほしいです。今回登場した葵さんと坂本商店を立ち上げた話がいずれ大企業となった坂本商店のエピソードオブゼロになればいいなと思います。そして最後にニュース速報で、スラー一派が殺練の保有する武器製造工場で大規模テロが発生したという情報が飛び込んできました。スラーの手には高村さんの日本刀があり、シルエットでクマの実の姿は確認できますが、残る人物は誰なのか確認できません。個人的に春馬は亡くなってしまったと思っていますが、ガクは生きているのではないかと予想しています。ただ正規の殺し屋天変以降スラー一派の動向は確認できておらず、どうなったのか気になるところです。またスラー一派には名前だけ登場している人物ゴズと天球の登場がついに来たのかもしれません。坂本は殺練を乗っ取ろうとしていますが、スラー一派に対してはどうアプローチしていくのかも気になるところです。最後に今回の話で学んだことを述べます。それは居場所がなければ作ればいい。今回は以上になります。いかがだったでしょうか。この動画に関する自由な感想ご指摘とコメント欄でお待ちしています。またこの動画が良いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。